さて今日のメッセージテーマこちらです。お風呂の話。はい、鹿児島市の秘密のまっこちゃんからいただきました。ありがとうございます。女性の方です。お風呂の話ですが、私には4つ下の妹がいるのですが、小学生か中学生の頃に次にお風呂に妹が入ると分かっていて、風呂場の入り口の床に大量の石鹸をこすりつけ妹を転倒させたことがあります。今考えると非常に危ない話ですが、あの時はただなんとなくお猿がバナナの皮でつるっと滑るのを想像して、妹もそんな風に滑るかなと興味本位でやってみたことでした。もちろんそんなことを白状するわけもなく、妹はお風呂場の床に残っていた泡か何かに足を滑らせてしまったということにし、私はそしらぬ顔でその場を切り抜けました。怪我がなくてよかったな。妹は今でも真実を知ることなく元気に暮らしています。あ、残酷なお姉さんですね。本当ですね、若気の至りですね。まあ ねなかなか小さい時はそうやってしまいますが、想像しないでやっちゃったんですね。でもなかなか行動力ありますね。風呂場の入り口の床に大量の石鹸をこすりつけっていう、面白いですね。葛飾区の春さん、50代女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。息子が小学校2年生くらいの時の雪の日のことです。はい、全身雪まみれで帰ってくると、明るいうちからお風呂を沸かし、とっくりとおちょこを持って入って行きました。しばらくするとパンパンと手を叩いて、うん、ちょっとと呼ぶので、息子が小学校2年生でしたね。はいはい、しばらくするとパンパンと手を叩いてちょっとと呼ぶので、覗きに行くと湯船に浸かったまま、あ、おかわり持ってきてくれると言ってとっくりを差し出しました。台所で水を入れて持っていくと、ありがとうの後に満面の笑みで、もっとべっぴんさんだったらよかったねと言われました。どこで覚えた。小学校2年生、素晴らしいね。真似してみたかったんでしょう、そうでしょうね。ね、いいですね。ちゃんと乗ってあげるところがいいですね。いいですよね。最初にほら止めなかったところもいいですよね。とっくりとおちょこ持っていくときに。そうです、うん。完成度のあるユーモアに対しては寛大な処置をお願いしたいですよね。そうですよね。私もそのスタンス賛成ですね。ね、中途半端の場合はね、怒っちゃいますよね。あんたお風呂で何やってんのっていうことになりますけれども、完成度が高いユーモアの場合はね、乗ってあげるに越したことはないです、ね。川崎市宮前区瀬子子さん、32歳女性の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。最近寒いです ね。お風呂の話ですが、5歳の息子が最近変なことを覚えました。お風呂に入った時、シャンプーをして液体を出すのですが、はい、右手で押して出したシャンプーの液体を右手でキャッチするという絶対に無理なことに毎回チャレンジしています。すごいね。ポンプ式のシャンプーかな、ね、きっとこうプシュッとね、ワンプッシュしますけどね、はい、右手で押して、その押した右手でそれをキャッチしようとしてるんですね。そうね、もったいないので、息子がそれにチャレンジするときは下に洗面器を引かせ、私は洗面器に溜まったシャンプーをすくって使っています。なんかできる気がするんでしょうね。ちょっとほら、ね、あの粘土があるじゃないですか、粘りが、だから間に合うかもって、キュッとやってるんだろうね。すごいよね。ねえ、かわいい。自分で吐き出した唾を下に顔を回して自分の口で受け止めるみたいなことでしょ、きっとね。そういうことだよね。まあね、そのうち多分ね、上を向いてなんか唾を吐き出して自分で受け取るとか、そういうことをやり始めると思います。きっといろいろね、素晴らしい、ね、試してみたいタイプ、ね、人類っていうのはね、一部の天才によって文化が進むからね、文明が進むからね、もしかすると何かあるかもしれませんよ、ね、かもしれない。市川市のマイホームおじさん、50歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。我が家は数年前にマイホームを建てました。素晴らしい、おめでとうございます。かっこいい。我が家では数年前にマイホームを建てました、
しかし家のスペースの関係で妻がこだわっていた広い風呂場が少し狭くなってしまいました。妻は私が家にいるとき、ことあるごとに風呂場に行っては劇的ビフォーアフターのナレーション風に、足を思い切り伸ばすことができないバスタブ、いや水はけが悪くいつまでも湿っている床、いや中途半端な位置に取り付けられ中腰でしか覗くことのできない鏡によって悪化してしまった奥さんの腰と私に聞こえるように喋っています。ねえ、いいですよ、完成度の高いユーモアにはちゃんと付き合ってくれてますよね。怖いね、ナレーション風でやられるんですね。中腰でしか覗くことのできない鏡によって悪化してしまった奥さんの腰、加藤みどりさんですか、劇的ビフォーアフターはナレーション ね、 そうですよね、そうか、あんな感じで淡々と言うんだ。足を思い切り伸ばすことができないバスタブって言われるんだ。辛いだろうね、せっかく立てたのに ね、 そうですね、すごいね、大変。さいたま市見沼区リトルウッズさん、43歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。子供の頃見ていたベスト10でトシちゃんやマッチがスタジオ内に降らせた雨の中で熱唱するという演出がよくありました。ありましたね、あれが好きで時々風呂に入った時強めのシャワーを頭から浴びながらお気に入りの歌を熱唱します。今日はどうも雨の中ライブに来てくれてありがとう、最後にこの曲ですとマイクパフォーマンスも入れるとさらに気持ちが入りストレス発散には最高です。今は慣れた妻が脱衣所の方からアンコールアンコールと愛の手を入れます。いい妻です。本当ですね、すごい幸せですね。練馬区あと一歩で完全に豚さん、24歳男性の方、ありがとうございます。どうしたの、ありがとうございます。取っちゃったかな。まだ私が母と兄と3人でお風呂に入っていた頃、小さな風呂桶に3人一緒に入るのですが、追い炊きをしながら入るときは兄と2人で温かいところのお湯を桶ですくい母の肩にかけてあげていました。母はいつも喜んでくれました。あら、いい息子さんです ね、 ね、その日もまた追い抱きしながら3人でお風呂に入り、母に温かいお湯を肩からかけてあげていました。私は思いました、温かいお湯をかけると喜んでくれるのだから、もっと熱いお湯をかけてあげたらもっと喜ぶのではないか。私は普段触ってはいけないと言われている追い抱きされたお湯が出てくる穴の真ん前に桶を構え、たっぷりと熱々のお湯を用意しました。僕は子供だから熱くて触れないけれど、お母さんは大人だから大丈夫。私は母の右肩めがけて思い切りかけました。怖い怖い怖い。すると母は熱っとビヨーンと立ち上がり、あんたお母さんをなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらと怒鳴りつけたのです。そうです、追い抱き口から出てくるお湯は大人でも熱いのです。母はいつも私の触れないような熱い煎茶を好んで飲んでいたこともあり、私はお母さんはとにかく熱いものが好きだと思っていたようです。それから時は経ち、中学生の頃、ある日一人でお風呂に入っていると、その時母に熱いお湯をかけたことを不意に思い出し、なんだかとても申し訳なくなってしまい泣きそうになりました。私は風呂から上がりパジャマを着ると内職をしている母のところに向かいました。ミシンを踏む母の後ろ姿を見た時、涙があふれ、お母さんごめんなさいと泣きながら抱きつきました。母は驚いて、どうしたの。私は声をしゃくりながら事の経緯を話すと、ああそんなことあったかね、覚えてないねと言っていました。その時の母の優しい顔と頬に当たるエプロンの肌触り、そしてミシンと布の匂いを思い出すと今でも泣きそうになります。面白くって温かい私のお風呂の思い出です。24歳ですって。ちょっと時代が10年くらい古いけれどね。昭和の匂いがするけれど、そうなの。24歳で小学生の頃だからね、ほどほど10年くらい前でしょうけれど、そうですかね、まあ優しい気持ちなんでしょうね、いい人生を。新潟県新発田市ししゃもくん男性、ありがとうございます。ありがとうございます。私が幼稚園に通っていた頃、よく母とお風呂に入っていました、はい、一緒に入ると決まって母は同じことを知っていました。そうです、
排水口に詰まりつつある髪の毛などを取ろうとしたところ、手そして母自身もまでが吸い込まれてしまう、そんなシーンをいつも熱演して私を驚かしていたのです。ああ吸い込まれる吸い込まれる大変と母が必死そうに言うと、すぐに信じてしまう私は泣きながら母の腕を引っ張ったのを覚えています。今では笑い話ですが、当時の私にとっては恐ろしい出来事だったのです。先日息子と風呂に入った際、昔の母と同じように迫真の演技をしてみました。すると息子も必死に私と腕をつかむではありませんか。昔の自分を見ているみたいで思わず息子を抱きしめてしまいました。その後母に電話でその出来事を伝えるととても喜んでいました。以上が我が家のほっこりお風呂エピソードです。とても喜んでいましたね。代々伝わるお風呂ギャグなんでしょ。伝統を持ってね、いいですよ、あと10代ぐらい重ねるとね、多分歌舞伎並みの多分伝統芸能お家芸になりますよね、なんかね。お正月とかになるとねテレビの取材とかが入るような、この地域ではなんですね、年の一番最初のお風呂の際は、こういう行事がありますね。かしこみーかしこみーみたいな、おー先々代はすごかったとかね、でいろいろ ね、 そうですよね、話語り継がれたりしてね、5代目のねなんて排水口のやっぱり腕の引き込まれ方があるって人間国宝なんて呼ばれたりしてすごいですよ ね、 ね、それを見るためのねお客さんがいっぱい集まって、ね、ツアーができて宿屋ができたりとかして ね、 もう日程お出かけリサーチも行っちゃうよ、お土産屋さんが出たりとかして、はい、そういうきっとね、そうだよね、やぶさめとかそういうことだもん ね、 きっとね、そうですよね、違うのか。横浜市金沢区パパイヤ林さん、34歳男性の方です。ありがとうございます。小3の頃私は小太りでした。なのでお風呂に入ると自分のおっぱいが気になっていました。男の人ですからね。ある日母親がグレープフルーツを半分にカットしおやつに出しました。そして中身を食べて残った皮をお風呂に入れたのです。半分にカットされたグレープフルーツの皮はちょうどブラジャーのカップのようだったため、私は自分の両乳にあてがったのです。するとピタッと張り付いてヌーブラ状態に、しかもちょっと近未来風でかっこいい。私は残りのグレープフルーツの皮を股間につけ完璧な SF ファッションとなりました。そしてしばし木製に思いを馳せること10分、満足しお風呂を上がりタオルで体を拭いていると妙に体が痛いのです。鏡を見てみると私の両乳と股間がシングル CD ほどの大きさでただれていました。そうです、グレープフルーツの皮をつけていた私のやあ肌の部分です。あまりにもヒリヒリするので私は SF ファッションのことを母親に白状し薬をつけてもらいました。次の日学校でプールの授業も体調不良ということで欠席しました。これはお母さんはなんだろう、ゆず湯みたいなイメージでグレープフルーツの皮を入れたのかな、ね、柑橘ちょっとね、あの香りが ね、 ねいいですよね、温まるしなんて、ね、確かにちょっとグレープフルーツの黄色とかあの綺麗な玉の形は SF っぽいよ ね、 ね確かに、うん、なんか、うん、小島瑠璃子さんのあのそもさんに出てくる感じのあの近未来ファッションのような感じはするね、うん、確かに34歳パパイヤ林さん、小3の頃私は小太りでしたっていう書き出しから何かちょっとねトンネルを抜けるとそこは雪国だった的なそういうような期待感がありますよね。本当ですね。松戸市のベーブルーズさん、33歳男性の方、ありがとうございます。忘れもしない僕が小学校3年生の時の話です。やっぱり小3の頃になんかあるんだね、いろいろね。そうか、小学校3年生が大事なんだね。忘れもしない僕が小3の時の話です。当時父が単身赴任、私は母と2人で暮らしていました。ある日の晩、僕がいつものようにぼーっとしていると風呂場から母の声が聞こえてきました。母は風呂に入りながら歌を歌うのが好きな人だったので、またいつものように歌ってるのかなと最初はそれほど気にはしていませんでした。しかしその日はいつもとちょっと違い、母は何やら同じフレーズを繰り返しているようです。それも呪文のように。私は母が風呂から出てきたら寝ようと思っていたのに全然出てこないからちょっと心配というか怖くなり、母に気づかれないようにそーっと脱衣所に入りました。
すると先ほどまで呪文のように聞こえていた文言がはっきりと聞き取れました。チャンリンシャン、チャンリンシャン。母は当時 CM でやっていたリンスインシャンプーの薬師丸ひろ子さんのモノマネをしていたのです。びっくりしました。そしてとても似ていたのです。でも母に内緒でそのチャンリンシャンを聞いてしまったので怒られると思い、そのまま気づかれないように脱衣所を出ておやすみなさいを言うことなく眠りました。今から24年前の話です。本当に似ていたのです。母のチャンリンシャン。33歳男性の方。あった薬師丸ひろ子さんの、じゃあ中澤さんが今からそのチャンリンシャンを薬師丸ひろ子さん風でお届けしますので、これを聞いて悶絶してください。チャンリンシャン。